皆さんこんにちは。こんにちは。今日は川のカメラマンということで、初めての組み合わせじゃないですか。そうですね、初めての。そうですね、ちょっと今吉田の方がバタバタしてまして、っていうのもご覧ください、どうぞ。ガランということで、今日が、8月5日月曜日なんですけども、実は明日6日の朝からですね、台風8号が来そうということで、今バタバタ試乗車、そしてお客様の車とかですね、すべて工場内に入れたんですけども、ちょっとこう入りきれなかった車なんかはですね、ああやって積載車で守ったりして、そんな状況です。台風は来そうですか。そうですね、風が吹いてきてるんでですね、ちょっと危ないかなというような空気が今ありますので、今なんかこう動画に出てるような緊張感ありますけど、大丈夫ですか。え、もうあのしっかりリラックスした状態で今出てるので。あ、大丈夫です。です。で、ちなみになんですけど、今日の8月5日っていうのはですね、久留米の筑後川花火大会ということで、花火大会をやるんですか。はい、ということで、はい、という状況なんですけども、実際明日は営業はする予定ではありますけども、ご予約をいただいているお客様であったり、遠方からこうご来店されようというお客様もしいらっしゃったらですね、朝一応確認のために、お電話をいただければと思いますので、ぜひその点ですね、ご注意いただければと思います。あと午後からはですね、雨風止む予定にはなっておりますけども、吹き返しであったり、そういったもの危険が伴いますので、十分気をつけてご来店の方よろしくお願いいたします。で、先日あの松尾と撮った動画の方でも言いました通り、8月の14日水曜日、こちらお盆連休6連休の間1日だけ、物販および ECU の書き換えのみ、ご予約の方を受けたまっておりますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今から、最初の締めということで、台風の準備してまいりますので、皆さんもお気をつけて。では今日はこの辺で、さよなら。